仮面ライダーガブザクザクチップスフォームはガブにザクザクチップスご地蔵を食べさせて変身する。ガンブのザクザクチップスフェイスは眷属、ザクザクチップスご地蔵の使用により生成される生体組織は、耐熱性や耐摩耗性、耐腐食性などに優れる反面、衝撃などで割れやすい特性を有する。そのため運動エネルギーを分散させ、反らしてかわす特殊湾曲形状や重層化により弱点をカバーしている。目のザクザクチップスアイは非常に高い遮光性により強い光や激しい炎の中でも対象を的確に捉えることができる。脚部のザクザクチップスレッグは変身により鋭利なエッジを持つ形状となったことで、足技に斬撃を乗せた攻撃を可能とする。腕部のザクザクチップスアームは剣型竹材、ザクザクチップスラッシャーを使用した剣技を得意とする。武器のザクザクチップススラッシャーはザクザクチップスフォームの専用武器である双剣のソード。そのデザインは、ポテトチップスの袋からポテトチップスが飛び出ているような形になっており、それが刃の部分を構成しているぞ。鋭い切れ味を誇る一方で実際の剣や刀類以上に耐久性に難があり、刃先以外の攻撃や防御ではあっさり破損し、刃先での攻撃も切る角度のズレ一つで同様に破損すると、判定がシビアな高難易度仕様の武器となっているようだ。ただし、破損した刀身は自由に復元可能となっており、ガブはこの特性を利用し、刀身の破片を飛ばす必殺技、ザクザクチップスフィニッシュに活かしているぞ。またガブにヒリヒリチップスご地蔵を食べさせることでザクザクチップスラッシャーがヒリヒリチップスラッシャーに変化するみたいだぞ。必殺技は一度ザクザクチップスラッシャーをバラバラに砕き、その破片を遠隔操作して敵をひるませ、再構成したザクザクチップスラッシャー本体で敵を切り裂くザクザクチップスフィニッシュだ。さあ皆様は第2話をご覧になりましたか？ザクザクチップスフォームは仮面マル敵にすごく好きなデザインでした。少し考察なのですがガブのフォームを全部少し癖がある仕様なのでしょうか？他のフォームも非常に楽しみですね。感想や考察などコメントしていただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではまた。